もこんばんんばは川崎でです皆さんいかかがお過ごしでしょうかあのー、皆さんはここ最近というか、まあ、これまでの人生でクレームをつけたことってありますかなんかお店のサービスだったりとかうんって思ったことに対して、まあ、お問い合わせフォームからちょっと ね、メッセージ送ったりとか電話したりとかそういう形のクレームって送ったことありますかね私この間ねあったんですよそういうことがあのー、まあご飯をあをスーパーとかで買って帰るのももちろんあるんですけどどうしてもそこで買えないものとかちょっとバタバタしてて自分から買いに行けないっていう時にまあ宅配で 食材を送ってもらうことがあるんですよそういうシステム今いっぱいありますけどえ、この間お肉を送ってもらったんですよね段ボールででお肉食べるときにまあ、調理するときに開けるじゃないですかそしたらもうなんか肉汁がもう染み出ていてすでに <laughs> 袋の外にあ、これは。 あちょっとやばいかもと思ったんですけどあの一応、まあ、ちょっとこっから破けたのかなっていう部分があったので写真撮ってそこの宅配業者さんにお肉の袋が破れてたのか分かりませんがあの肉汁が染み出ていましたとあのそういうふうにクレームというかお客様フォームからメッセージ送ったんですよね。 であのー、翌日ぐらいに返信が来てそこの会社から「すいませんでしたと」とそのお肉代は返金しますっていうふうにメール返ってきたんですよねなんかこのことについて、まあ、この一連の流れについて私こうやってクレームを出すことって人生でほんと数回しかなくてこれまで前もまああったんですけどなんかクレームをつけた後ってすっごいモヤモヤするんですよね この気持ちわかりますかかね <laughs> なんか今回そのお肉のねお肉代返金しますって言われてなんかやった後はあんまなれなくて私これで良かったのかなーっていうふうに思ったんですよ。<laughs> まあでもその総合的に考えるとこうやってなんかまあお客様の意見を出すことで向こうの宅配会社がこれからはあのきちんと そういうことがもううううないいよよにに丁寧に運搬しますととかそういうことのカスタマーサービスにつながるとはやっぱ思うんですけどでもなんかねあんまりいい気持ちではなかったんですよねなんかどうすればよかったのかなと思って <laughs> まあうーんこういうところでもやっとするのはなんかこんなね私にも。 まだちょっとばかしは両親のかけらがあるのかなと思いましたけどね <laughs> 皆さんありますかそういうことなんかクレームつけたあとになんか良かったのかなこれでって思うことねうんなんか理不尽なことをこっちが言うんだったらちょっとねこっちにも非がありますけどもまあ必ずしもそういうことじゃないのでねまああの今後そのあんまりクレームとかも言いたくない ですしもちろんそういう状況があったらしょうがないと思って割り切って、あのー、見過ごすか、まあ、ちゃんとクレームを言うかなんかね大人にならなきゃなってそのこのモヤモヤした感情を乗り越えるのも一つの大人かなと思いましたけどねなんかそんなこと思いました <laughs> これずっとなんか2か月前ぐらいの話なんですけどずっとモヤモヤしてたんですよ。誰かに言えば すするかなと思ったたりしたんですけどねさあ今夜も早速回りましょう川崎レナの踊るラジオシャドウ改めましてこんばんは K ミックスパーソナリティの川崎レナですさあ9月にもう9月2週目ですか何週目なのかなもうそんなこと気にせずにね <laughs> お仕事してるもんで9月の11もう 11日か早いですねもう「紅白」<laughs> あのねこの「踊らじ」は「紅白歌合戦」の出場者予想をどこよりも早くする番組なんですよ去年とかもう夏ぐらいにはもうしてたんじゃないかな今年もねしましょうか予想いや今年こそはクリーピーナッツ来るでしょって思ってるんですけど <laughs> どうなのかなまたね 大晩狂わせがあるかもしれませんしまあね今年出れなくても来年があるしっていう気持ちになれるのがこう毎年恒例のイベントの良さでもありますけどねただ去年もクリピ e p y n 出ると思ってたけど出なかったんですよねおかしいなと思ってまあ気長にね待ちましょうねっていう <laughs> いつ頃発表なんだろうまだ2ヶ月ぐらい先かね楽しみですね さあこの番組公式ツイッターやっていますアットマーク踊るアンダーバーラジオこちらをぜひフォローお願いします放送中はもちろん放送前や後に番組に関するお知らせや裏話をつぶやいていますツイッターやってる方ぜひハッシュタグ踊らじカタカナで踊らじでぜひつぶやいてくださいそうそうなんかせっかくだから新たに予想しましょうかこのね 紅白モーむス出てほしいんですよね本当はモーニング娘。ずっとうん出られていなかったのでねあとここ最近流行ってるのは何でしょうまあ後でゆっくり調べてみますけど私的には氷川きよしさんを見たいです <laughs> うん氷川きよしさんと椎名林檎さんと星野源さんと。 うーんまた思いついたら言います <laughs> あとあのまあそうねやっぱ YMO が見たいから <laughs> 結局 YMO に行き着くんだよねっていう <laughs> まあいいんですあの妄想は置いといてまた「紅白」の出場者の予想をしていきたいと思います予算と学年が違いすぎる。

あとさてこのコーナーでは卒業式が終わった後好きな人を呼び出してこっそり告白をするように皆さんに一斉一台の告白をしていただきますその日一番いい告白をしていただいた方には無事に卒業ができたということで番組からお祝いの品をお送りしますでは早速いきたいと思います。全然卒業シーズンではありませんが 夏休み終わりましたシーズンなんですけどもね気にせず行きたいと思いますそういう番組ですまずはラジオネームこはちゃそさんからいただきましたこんなところに呼び出してごめん君に伝えたいことがあるんだちゃんと俺の目を見て聞いてほしい嫁さんに「私のプリン食べたでしょ」って言われて 俺じゃないよって知らないふり突き通したんだけど本当は俺が食べたんだあら <laughs> しっかり目を見て謝罪を <laughs> しかもこの方夫婦二人暮らしなのでバレてるけど認めたくないんですごめんなさいこれはダメよもう <laughs> 俺じゃないはもう通じないです ねえダメよ私のプリン食べたでしょって俺じゃないよじゃあ誰なんですかって話ですよね2人暮らしでね猫ちゃんですかそんなことないよね <laughs> <laughs> 猫ちゃんが待ってだってみんなね寝静まったあと猫ちゃんが冷蔵庫を開けてプリン食べてることある私はないと思いますようんだから。 絶対バレてますし <laughs> 俺じゃないよは通じないですね。あ、本当にそういうこと起きないようにやっぱりプリに名前書いいいいた方がいいと思うんですよ私もやってましたそういうこと実家の暮らしの時うんほんとこういうのがねささやかな, <laughs> なんか火種になっちゃうから喧嘩の気をつけてね続いてラジオネーム歯ブラシマン1号さんからいただきました。 実は俺みんなには内緒にしてたことがあってさ春学期にスピンオフの設定まで含めた「スター・ウォーズ」の世界観を社会学の集団類型論に当てはめて解説するレポート課題を提出したら評価が A プラスもらえたんだ。 スターウォーズの世界観を社会学の集団類型論ちょっと集団類型論がまずわからないんですけれどもなんかそういうことよね <laughs> 集団行動の社会学についてなんか解いたわけですよねこれはすごいことですねもうちょっと胸張っていいんですよでも結果そういうことなんですよなんか 社会学とか難しい文学をそのまんま説明されても意味がわからないからみんながわかるような世界観に当てはめてあの解説するっていうのはすすごい大事ですよ私もあの世界史が覚えられなくて全部宝塚に当てはめて覚えてましたもん <laughs> なんかその,あの「カエサルとか出てくるじゃないですか世界史で。 もうカエサルが何の人なのかもちょっとあんま覚えてないんですけどカエサルとかああいう有名な人って大抵宝塚のストーリーに出てくるんであのやってましたよカエサル役の宝ジェンヌを当てはめたりとかしてましたもんなんかそういう結局だから発想の転換が A+ の評価につながったんでしょうねこれはあのもうちょっと自分を誇ってください素敵ですね 続いてラジオネームやわらさんからいただきました恥ずかしくて今まで言えなかったんだけどさカラオケに行ったら宴会とかで披露するモノマネの練習をしていました即興でモノマネなんかできませんがっつり練習しています 大丈夫ですかこの恥ずかしい情報一応エリアフリーで全国に電波飛ばして喋ってますよこの話大丈夫かな <laughs> これは一人カラオケで練習してたっていうことなんですかねいやでもその即興でででモノマネができる人ななんんていないんですよやっぱこういう努力の上で成り立つ芸ですからねこれはわらさん自分を褒めていいと思いますよ 私も本当一人カラオケに行ってる姿を人に見られたくなさすぎて何て言うんだろう全然いいんですけどどんな曲のチョイスしてるかとか、あのー、ずっとシーナリンゴを歌ってるとかあとで,でその伝目の <laughs> 履歴とかを見るとうわこの人シーナリンゴしか歌ってないけどみたいなそういう惹かれ方をしないかなと思ってたんであんまり人にね こういう姿見られたくないと思ってましたけど私だけじゃなかったんですね続いてラジオネーム75%双子さんからいただきましたごめん他のことの約束もあったでしょごめんね時間は取らせないからあの洗濯の時に柔軟剤入れるの嫌いって言ってたよね タイマー予約するときに柔軟剤入れてないのも知ってるでもねあなたが2階に行ってから私こっそり柔軟剤入れてるのたまに入れ忘れちゃうけどね今まで黙っててごめんねこの前までは香りがないものにしてたけどちょっと香りが欲しくて香り弱めのにしたから もうバレてるよね次はもっと香りが強いのにしていいかなこれは堂々とした反抗ですね <laughs> あなるほど旦那さんがだからお洗濯してくれるときに柔軟剤嫌いだから入れないって言ってるんだけど旦那さんがいなくなったところでこっそり柔軟剤入れてるっていうことですね。 でもこれはねしょうがないよ私も多分同じことすると思いますよ75%双子さんと「タオルゴワゴワ嫌なんです」と「いやわかる」まあでもね柔軟剤入れたところでもうふわふわになるわけではないじゃないですかもうある程度使ったタオルだとそれはもうだからねもうバリカタかちょいごわかだったらちょいごわの方がいいじゃないですか。 肌に優しいしそういう気持ちですよねこれはねもういいのよあのタオルがあの雑巾になる前に柔軟剤いっぱい使,使っておいて使えるだけこのタオル使っとこうよっていうことですよねでは最後ですラジオネームだいたい OK ですさんからいただきました急にで悪いけど一言 謝ってておきたくてさ実は昨日卒業式の前でなかなか寝つけなくてつい広瀬アリスさんと広瀬すずちゃんに同時に告られたらどうしようとか考えちゃったんだよね本当ごめんごめんですね <laughs> ああそうそこは姉妹でも。 いいんですね。二択がなんかわからない。女性目線だとそこ姉妹で <laughs> 悩むんだって感じです。なんかその広瀬すずちゃんとなんか浜辺みなみちゃんとかだったらなんかそのわかるんですけど、広瀬アリスちゃんと広瀬すずちゃんで悩むっていうのは、はあなるほどね。姉妹でどっち行こうみたいな感じになるんですか。<laughs> 失礼ですね <laughs>。 い,やいいやあの別にねそういうのは人それぞれ、あのー、妄想私も妄想癖がありますから人のこと言えないですし妄想癖がないとこういう番組やってらんないですし <laughs> いいんじゃないですか結局どっち選ぶんですか同時に告られたらどっちがいいかな私だったらいやちょっと待ってね まず2人とも友達かから始めるかなこれは常識的な感じじゃないですかでまあそれぞれのね価値観とかを考えて <laughs> 誰よりも真剣に悩んでるんですけど私おかしいな <laughs> さあこんな感じで今日は以上でございます今回はどうしようかなステッカーあげるのうーん悩むよー だいたいオッケーです。さんにしようかな。広瀬アリスちゃんと広瀬すずちゃんに同時に告られたらどうしようという妄想寝、ね、つけなくてずっとしていました。ってう、うん、あのみんな言い,言いそうで言わない告白ですからね <laughs>。打ち明けていただきありがとうございます。改めてご卒業おめでとうございます。ステッカーお送りします。<music> やっぱりいいよな四つ角はいいよな川崎レナの踊るラジオシャドウ大きめに見積もろうようん大きいことはいいことだ川崎レナの踊るラジオシャドウここからは普通のお便りに行きたいと思います えーとですねラジオネーム南志崎さん崎さんオラオラここ最近はランニングのお供にタイムフリーで聞かせてもらっていますお久しぶりの普通おたです本当ですね久しぶりかなえー、っと8月27日放送会のオープニングで物持ちの良さの話をしていましたそうなんですよあの筆箱を同じもの14年間使って ているという話をしましたが「あの安物買いの銭失い自分も激しく同意ですと」とそこでお聞きしたいのがザキさんんは普段どんな傘を使われていますかコンビニに売っているような安価なビニール傘それとも機能性よりもおしゃれな折りたたみ傘いやいや絶対濡れたくないから7 0ンチのでかくて丈夫なジャンプ傘。 ちなみに自分は安物傘を買ってはなくしたりすぐ折れてしまったりで毎回失敗しています、えー、夏が一段落する間もなく秋の,、えー、秋の長雨シーズンに入りそうで若干憂鬱ですがよさげな雨具で少しでもテンションが上げられたらいいかなと思ってメールしましたあー傘ね傘の話ってあまりしないですもんね私は ま、傘何本か持ってるんですけど、ま、南西浜松風が強いので結構ダメにしてきちゃったんですよで折りたたみの方が持ち歩きやすいですしまああの雨が降ってなくても日傘として基本的に使いたいので折りたたみ傘を持ってるんですよだけど折りたたみはやっぱり風に弱くて。 丈夫なな、ね、ジャンプ傘欲しいなと思ってるんですよねでもあまりそのビニール傘は持ってなくて1、まあ、個だけ持ってて会社のロッカーに入れてて本当に雨降ってきちゃって貸さないどうしようっていう時に使おうと思ってる傘はあるんですけどその私の母親があの、まあ、例えばねお買い物して電車で帰ってきて。 駅から最寄りの駅から自分の家まで、まあ、徒歩10分ぐらいだとしましょうかそういう時に雨が降ってきたとそういう時にその辺の薬局で売ってるビニール傘を買うかって話を母としたんですよそしたら母は買わないとタクシーに乗るって言ってたんですよタクシー一択らしくてでタクシーの 1m ーーの方が あの最近のビニール傘を買うよりも安いんだよって言っててあ確かにと思ってで1ーで住む距離ならもう全然いいじゃないですかそれでそうしよっかなーって思ってきちゃったんですよねだからなんかあんまりビニール傘を買うこともなくなってきちゃいましたけどねでもあのなくすことはほとんど私はあまりないので正直まあ一回あったんですけど <laughs> 本当最近あの。 あのね、新潟県にいとこの結婚式に行った時に泊まった旅館であのおかみさんに預かってもらったら帰りおかみさんが忘れてて <laughs> もうそこの旅館の貸し出し傘になっちゃったんですけどあのそういうことはありましたけど、あのー、気に入った傘があればあんまなくすことはないのでそこはあのー、これっていうものを一本使い続けるっていうのは心がけてますね。続いて 天丼春マゲドンさん、神奈川県からですね。ありがとうございます。えーとですね、番組の中でよく推しという言葉が出てきますよね。私にも推しと呼べる存在がいるんですが、私はいわゆる箱推しなんです。これは特定の誰かではなく、グループ全体を応援するファンのことなんです。私は時々、この箱推しに負い目を感じてしまいます。 特にソロのファンクラブイベントに参加した際は箱推しの私より単推しだからその,そのソロのアイドルをアイドルってか、まあ、アーティストをその人だけを推してるってことですね単押し箱推しの私より単推しの方が当選するべきだったのではという気持ちになってしまうこともありますもちろんそのメンバーが好きで応募もしているのでしっかり楽しみます グループの全体的な雰囲気が好きなのでこれからも箱押しなんだろうなと思いますが推し活は単押しの方の方が楽しめているんだと思いますレナさん箱押しについてどう思いますか深い話になりますねこれは箱押しねだからグループ全体が好きっていうことですよね天童春マゲドンさんは本当にその完全な箱押しなんですかね 強いて言うならこの人が好きとかも別にないのかなでも全然いいと思いますけどね私も基本箱推しなんですよアイドルを押すとで強いて言うならこの人が好きみたいなライブ行ったらその人の色のペンライトを照らすみたいなメンバーカラーがあるのでねっていう感じなんですけどそのアーティストさんにとっては絶対箱推しの方が嬉しいんじゃないかなって 思いますよなんかそのその人のアーティスト活動を長い目で応援していくのであれば絶対箱推しの方が何て言うんだろううーんメリットが多いというか何て言うんだろう空気がまあでもうん単押しでも,もいいんだけれどもなんかその人しか見えない だから他のメンバーははどうううでもいいいいっってて考えにななしししまう推しはよろしくないと思いますねだったら絶対箱押しの方がいいじゃないですかっていうふうに私は思いますが難しい問題ですよねでも天童春ルマゲドンさん絶対絶対いい方だと思うんですよ。だってソロのファ,ンクラブファンクラブイベントに参加して自分よりもうちょっと当たった方がいい人きっといたんだろうなって 多い目を感じててしまうってなかなかなかいよみんな当たったらラッキーの一点張りの人が多いわけですからその気持ちは大事にしてあの無理して誰かを好きになるというか発酵しその空気感が好きっていうのはすっごい大事なことだと思うので私もそうです。スマイフット2の,その話になりますけど 絶対グループでみんなでいる空気感がやっぱり好きなのでねその空気感がずっと続けばいいなっていう風に思いますね最後1枚あの「はるパパさん」レノネーム「ふっぺん」「ザキさんこんばんはこんばんは」んんは「毎週楽しく聴いています」「ありがとうございます」 ただどうしてもリアルタイムには起きていられないので日日曜日にタイムフリーしていますそしてああ面白かったと思ってメッセージを送り忘れて火曜日を迎えます <laughs> 火曜日収録なんでね月曜日中にメール募集してるんですけどもそこで質問です今でもメッセーーーージのキャリーオーバーはしていますかこれねそうあのー、なんていうんですかね、あのーメッセージを その週読まれなかったらキャリーオーバー制で次の週読まれる可能性はありますかっていう話ですよね。あのちょっと悩んでんですけど <laughs> 悩んで,んでんですけどあのキャリーオーバーうーんしない方がちょっと現段階はありがたくてだからその,その週で一旦区切りでもなんか だから来週例えば「マウント富士」のコーナーですとか言ってもそれ以外のコーナーも募集してるんで結局ストックはしてるんですけどストックがありすぎてちょっと皆さんのメール何て言うんでしょうあれ読みたかったって思っても忘れちゃったりとか奥の方に行っちゃったりするのがちょっと私はもったいないなと思ってるので是非あの次の週にねまあ「普通オタとかさ あの送り直していただいて大丈夫ですだから答えとしてはキャリーオーバーしてないになるんですけどまあ一応貯めてはいるんですけどあのキャリーオーバーしてててててないいいと思って送っ送てきていただいて大丈夫です特に普通おたとかうんなんだろう結構定期的に毎週やってるコーナーとかは送っていただくとちょっとあのね結構な量ありがたいことにメールいただくのでさばいたりしてるうちに見落とすこともあるので。 ぜひあのー「これは読んでほしい」というのがもしあれば送ってください。そうですねまあ、じゃあ半年かかっても読まれなかったらなんかちょっと、うん、おかしいのかなっておも思っていただいていいんですけども基本的にあの、まあ、全部目通してますね。送り直していただいて大丈夫ですむしろありがたいです。さあこんな感じで普通 まあこういう質問だったりもお待ちしていますし最近あったこと皆さんの近況ぜひ教えてくださいこの後は変愛ハイスクールのコーナーです川崎があの時車に構えずに買っておけばよかったなと思っているもの第1位は木刀です の踊るラジオシャド、偏愛ハイスクール。さてこのコーナーではリスナーの皆さんに進学塾偏愛ハイスクールの講師となっていただき、あなたの偏愛こだわりフェチなどについて、えー、講義、まあ塾の講師のように講義をしていただきます。えー、あまりね普段人に言えないことだったり、自分にしか理解できないこと。 人それぞれあると思いますがぜひぜひこのコーナーだからこそ送っていただきたいんですぜひよろしくお願いしますであのー、コーナーのねメール紹介した方全員に番組ステッカーお渡ししますのでぜひあのメールを送る際は住所と氏名も添えていただけるととても助かりますでは今日の講義早速始めたいと思いますあのね おはがき、おはがきじゃない、これお手紙でいただいたんですちょっと紹介しましょうかまずはラジオネーム投げやり生活24時さんの講義です皆さんは普段どのくらい地図を利用していますかどんな時に地図を利用してますか人によって答えは様々だと思いますじゃあもう少し突っ込んだ質問をしてみます 皆さんは地図からどんなことが読み取れますか近くにある公園の数と大きさ最寄りのバス停海が近いのか山が近いのかなどなど人によっては道路や川の形から町の成り立ちがわかるかもしれませんこの講義で扱うのは地図を用いた追体験です地図上には書き込めるけど 市販やアプリの地図には通常書かれていないもの身近な例で言えばあなたの親御さんが学生の頃に道草を食っていた駄菓子屋さんや喫茶店あなたの友人が旅行で立ち寄った先あなたの恋人が逐一地図アプリや食べログに保存しているお気に入りリストなどこれらを地図にプロットしてあなたもそこを訪れてみませんか 自分ではない誰かの生活に誰かではないあなたが触れることでどんな学びや体験を得られるでしょうか地図ねあのー、これめちゃくちゃわかる私あの地図見るのやっぱ好きなんですよであのー、Google マップとかね私旅行行く時にマップを見て 旅をするという癖がやっぱり体に染みついてきてそれはやっぱりあのそうでないと何て言うんだろうその街の形とか街の営みどんな人が住んでるのかはたまた住んでるんじゃなくてオフィス街だったりとかねすごいレトロな街でも実はここすごいオフィス街だったんだっていう学びになったりとか。 そういうのを知るためにやっぱ地図を見ながら歩くっていうのはやっぱやってるんですよ。それね、とてもいいですよ。なんていうか、勉強になるし、自分が住んでる土地しか知らずに生きていくよりかは楽しいかなと思って。だからこの名前なんでした投げやり生活24時さんの気持ちめちゃくちゃわかります。であの他の他人が 使った道とかねそれこそ何ですか食べログに保存,し保存しているお気に入りリストとかこれを地図に書いてそこを訪れるっていうのは本当にあにその人の考え方が知れる意外とこの人って歩くのって好きなんだなとかもしかしてこの人すぐ電車乗りたがるのかなとかそういうのを知る勉強にもなるのでとてもいいですね。 もうちょっとねコロナが落ち着いたらなんかそういうのをやりたいんですよね <laughs> 何も気にせずねまあでも基本一人旅なんで気にせずに行けるのかなこの方ねあのー、封筒を見てくださいとこの切手の消印を見ていただきたいっていう最後にね書いてあったんですけど沖縄の久米島から送っていただきました。 ありがとうございいます嬉しいぜひあのお手紙とかでねはがきとかお手紙も募集してますんでぜひ送っていただきたいと思いますではもう一枚ラジオネーム「ゼムポコエンさん」からいただきました受講生の皆さんごきげんよう本日は縛りプレイについて解説していこうあ 縄などを用いて実際に物を縛る方の縛りプレーのことではないからなその辺は竹下先生の担当分野だから気になる受講生は聞いておくといいだろうでは本講義における縛りプレーとは何かそれは日常生活に何かしらの制限を設けることだ例えばお風呂に入る時100カウント数えるとか。 横断歩道の白い部分だけを歩いて渡るとかが当てはまるそういった制限を何かしらに設けてみることでお風呂とか横断歩道とか生活にまつわるいろいろなものを一層可愛らしく思えてくるだろうまたそれらを実際に試みている人の姿も想像するだけでもどこかその人が可愛らしく思えてくるのではないだろうか 本日の講義は少し難しい内容だったので復習がてら各自の思う縛りプレイを実践しておくようにではまた次の講義で縛りプレイね <laughs> 語弊を生みそうですねこれはあでもなるほどね日常生活に何かしらの制限を設ける自分だけのルールってことですよねあれをする時は必ずこう だから靴を履くときは右足から履くとかねそういうのあるかなうーん私ある <laughs> 皆さんありますか私でもんかその縛りプレイかって言われたら違うかもしれないんですけどなんか自分の中で変えないといけないと思ってやってるのは足をあんま組まないことですね。うん なんか公共の場でね家の中で一人でいる時にしか足組まない基本的にはただ無意識に組んじゃってることもあると思うんでねあんまりこう人前人がいるところで組まないというふうには自分を縛りプレイしていますが <laughs> 腕を組むとかねそういうのもしないかな心がけてることですねお仕事の時とかねなんか嫌じゃない <laughs> なんかラジオパーソナリティがさなんかラジオやりながら足組んでたりとかさ嫌じゃない <laughs> 私はちょっとなんかなと思うからあのしないんですけどもそういう縛りプレイはしてますね自分でねえー、なんだろうもうちょっと可愛げのあるやつがいいんですけどね寝るときにうーん仰向けで寝るあのー、仰向けで寝て お腹にだけガーゼタオルをかけるっていう <laughs>。どこが縛りプレイだよ。これ <laughs>。全然だわ。ただの私の <laughs> スリーピングスタイルを述べただけですね。まあいいんですけどね。あの、そういうことなんですよね。そういう細かいことを気にせずいいんじゃないですか。っていう話ですね。 ちょっと可愛らししい話でしたね縛りプレイというタイトルに反してちょっと可愛い内容だなと私思いましたけども <laughs> さあこんな感じでね皆さんの「偏愛」講義として教えていただきましたあのー、全然関係ないんですけど私「偏愛ハイスクールあるある」っていうのがあってこうメールがやっぱ長文になるわけじゃないですかそうするとだんだんね空気が薄くなってくるんですよ だから1通目と2通目の間に1回空気を換気するタイムがあるんですよね今回もやりましたちょっといい空気をね吸ってブドウ糖もなめて一息ついてからゼムポコへのメール今回読みましたけど「偏 <laughs> 愛ハイスクールあるある」もうだってさスタジオも密室だからしょうがないんですよね窓も開けられないですしねお許しください川川崎川崎レナの 踊るラジオシャドウ川崎レザの踊るラジオシャドウあっという間にエンディングのお時間ですさて今夜もありがとうございましたでは 番組からのお知らせです皆さんからメールいつも募集しています普通の便りマウント富士そして私も途方に暮れる卒業式の後偏愛ハイスクールそして来週放題し放題は、えー、ザ・テンプテーションのマイガールにぴったりな新しい放題をつけて送ってください つかみジングルも募集しておりますメッセージは KMIX オフィシャルサイト番組表にあります川崎れなの踊るラジオシャドウのメッセージフォームからもしくは直接メール踊るアットマーク KMIX.JP ODORU アットマーク KMIX.JP ですメール採用者の中から毎週抽選で一名様に番組特製ドアノブプレートが当たりますぜひ住所氏名電話番号も添えてお送りください あのー、実家の母コーナーに1枚来てるんです紹介してもいいですかね私がねいつも皆さんをいたわるような言葉言うあまり実家の母のようにあの扱われるという、まあ、時間帯なんです全然説明になってないんですけど <laughs> とりあえず私が実家の母となって皆さんのメールを紹介していくというコーナーなんですけどもラジオネーム「春巻き兄さん母さん聞こえる母さん僕は。 母さんの息子、ジャニー信じられないかもしれないけど僕は今2060年から母さんの脳に直接語りかけてるんだ驚かせてごめんねこっちにいる母さんに当時ラジオでいろんな悩みに答えてたって聞いたからどうしても相談したいことがあったんだ教えてほしいどうしたら女の子と付き合うことができるかな 近い将来母さんには父さんに見せてあげられなかった孫の顔を見せてあげたいと思ってるんだそれと26歳の誕生日おめでとう僕も今月26になります <laughs> あれ2060年から私の将来の息子ジャニーからのそっか どうしたら女の子と付き合うことができるかなっていうねちょっとねわかんないのごめん <laughs> ちょごめんねジャニーごめんちょわかんなくて私も <laughs> でもその清潔感でしょきっと清潔感と自分で自ら出会いを増やしに行くこと人に優しくすることなんかなんて言うんでしょうね であああののる程度ね下心があってもいいと思うのよ女の子って別にそういうの露骨に嫌がるわけじゃないから人間だなって思うわけだからそこはなんかあのこの人なんだ面白いじゃんって思ってもらえそうな楽しさちょっとかわいいも持つこれちょわかんないけどね <laughs> あの将来あなたの母さんになる私はちょっとわかんないけどそう思います。 であの父さんに見せてあげられなかった孫の顔ってさ私別れてるの将来お父さんと <laughs> これ失礼だなわかんないけどねダークな感じで終わりましたけど <laughs> さ今週もありがとうございました <laughs> 来週もぜひ元気にお会いしましょうお相手は川崎れのでしたまた来週